字はいいのこれ。ゲートがあって、これでどこへ出たのこれ。これでどこへ出たの。ね、もう途中の舗装してないところがなんかすごい大変でしたけどね。よいしょ。この道も結構荒れてるね、これ。結構荒れてるやん。落石、落石だらけ。不意にね、ずっと舗装道路かと思ったら舗装してないんだ。なかなか
してあるとこはいいけど、岩肌がすごいな。なんか化石とか出てきそうな感じですけど、どうなんでしょう。またね、急に不意にね、未舗装路になるとね、またすってんころりんとしちゃいますんでね。いやー気持ちいい。あ、なんかトンビが降りてった。なんか トンビかなんか。あー気持ちよさそうね。タカかトンビかわかんないですけど、風に乗って飛んでいきました。山の尾根筋を走ってるんですね、この道は。おお、また こうやってね、時々こういう砂利道になって、まあ、まだこの辺はね、砂利が細かいんで走りやすいですけど、最初上がってきた時のね、あの砂利はゴツゴツした岩というかね、あれは走りにくかったですね。
ね、この道走ってると剣山のねスーパーリンド思い出しますね。なんかちょうどね山の尾根沿いをねこんな風に美保走路でねずっと結構ほんで剣山はね距離が長いんですよね。おお、昔ね、まあそれは知り合いの人の車だったんですけど、ジムニーでね行った時バーストしちゃいましてね、剣山で。まあジムニーでもねバーストするぐらい、まあ過酷な道というか、まあもっとも僕の車自分でね、当時はセリカだったかな、よく行ったのは。セリカで走った時もありますけど、またバイクでもね行ってみたいですよね。まあ、ただちょっとね本当ダート林道としては距離が長いんでね、スーパー林道、そんなところでもしねパンクしたりしたらね本当お手上げですからね。70キロぐらいあるのかなあれ。まあまあちょっとはっきりした距離は忘れちゃいましたけど、日本一長いね林道、スーパー林道ですよね。風がなんか出てきましたね、結構風が。こんなところで雷が来たらやばいよね。だいたいねこういう山にね湿った雲がねこう当たって雷になって、で雨が降るっていう、まあこうこの時期のね、まあ、夕立のパターンみたいなもんですけど。
の親子、鹿の親子とか出た。鹿さん、鹿ちゃんはどこ行った。お、また鹿が。鹿さん、鹿さん、鹿さん、鹿さん。鹿はね、びっくりすると急に走り出す習性がありますからね。で、慌ててね、飛び出すとね、もう車にでも突進してきますからね。気をつけないとね、こんな単車に突進されたらね、もうイチコロで吹き飛ばされますからね。それぐらい動物の力ってのは強いですよね。そうやって考えたらね、これこのバイク10馬力ぐらいあるんですけど、 9.5 馬力、まあまあおよそ10馬力としましょうや。馬10頭とね比べたらね、馬の方が絶対力強いと思いますよ。多分ね、馬1頭でもね、これ後ろにバイクの後ろにこれ例えばロープで馬とつないで引っ張り合いっこしたらね、馬の方が強いじゃないですか、1頭でも。まあ馬力というのはそういうあれではないんでしょうけど、結構長いな、この林道は。
まあ林道というか一応林道なのかな、これも。葉っぱに覆い尽くされちゃった。砂利道になりました。
から標高が下がっていきますね、徐々にね。あら、封鎖してあるし、何これ。今度一体どこへ出た。どこに出たのかよくわからん。三山、あダートが多いんでね、走りにくい、すごい走りにくいなと思ったんですけど、まあいつまで続くんだろうって感じでしたけどね、なかなか面白い道でした。これぐらいの道が走りやすいね。二歩走路はやっぱりね、この道では、あ、このバイクではね、ちょっと厳しいかな。まあ走れないことはないですけどね。気をつけて走れば走れますけど、
この間のあれなんでしょうね、大雨の影響で倒木がいっぱいありますんでね、あの西日本豪雨のね影響なんですかね。こういうね、あの土砂が流れてきたような跡っていうの、そういうのも多分この間の大雨の影響だと思います。ちょうど日吉、今ね日吉町に入ったんですけど、日吉ダムの方はね何か所かまだ通行止めになってるんですよね。以前動画でアップしたね、あのダム、京都市内の方からダムに入ってくダム沿いのねルート、もう通行止めになったままなんですよね。ですからね、なんか集落が見えてきましたね。あ、首がいっぱい落ちた。あれ、通行止めだったの。通行止めだったところから出てきちゃってるの。戻ってきました。ではまたね、あの動画の方ご視聴ありがとうございます。それではまたよろしくお願いします。バイバイ。